ジオリオン高等学校は三重県一市郡被災町期に存在した高等学校。運営主体は学校法人ジオリオン学園。第一次ベビーブルーム世代の高校進学を見込んで1963年4月に開校。普通科と商業科があった。しかし1966年頃からの生徒数の激減によって経営状況が悪化し、 改善策として、日本港貫通造選手開設に伴う需要を見込んで、溶接化を新設し生徒獲得を図ろうとしたが、校舎増築の金策に急死とんざ。この先行投資の回収不能で経営が、さらに悪化し、月利6%、年利にして72%という超高金利の融資まで受けていた。さらに理事長が手形詐欺を働いて逮捕され、 1969年7月17日にジオリオン学園に破産宣告、同校は廃校となってしまった。破産時点の生徒数は107人だった。野球部が比較的強く、1968年には全国高等学校野球選手権大会の三重大会で決勝戦まで進出し、甲子園出場まであと一勝というところまでいった実績が残る。 夏の戦績は通算参加7年で9勝7敗。現在は校舎はそのままに学校法人三重文化経済学園の三重文化経済専門学校になっている。当時の地方大会は三重県と岐阜県で1校選出する参議大会だが、この回は50回の記念大会のため1県1校となった。ありがとうございます。